listening to Shibuya Cross FM。 教えて女の子ら。はい、ということでこの番組は女性の気持ちを女性言葉で歌うアーティストコロンがゲストやリスナーの皆様を通じて女心を学び今後の活動に生かしていこうという番組です。はい、男ってなんで女心がわからないのと悩んでいる皆さん、この番組を通じて僕たちと一緒に解決していきましょう。なお、この番組では皆さんも一緒に楽しめるように SNS と連携した企画などもあるので、そちらもぜひ参加してください。番組の感想やメンバーへのツッコミはハッシュタグおしころ、カタカナでおしころをつけてツイートしてください。番組中も随時見に行きたいと思っております。はい、またコロン公式ツイッターにて女心にまつわるアンケート調査を実施しています。みんなのアンケートの回答が後々コーナーでも出てきますので楽しみにしていてください。はい、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 ということで今月もやってまいりましたけれども、はい、じゃあ簡単に自己紹介からしていきましょう。まずはさっきからずっと喋っている私がコロンのパープル担当リーダーの横隼人です。よろしくお願いします。はい、ここはみんなのユートピア、コロンの癒しライトブルー中島優斗です。よろしくお願いします。はい、コロンの最年少カラーはレッド後藤望です。よろしくお願いします。コロンの担当カラーピンク、ラブリー担当のタクミンこと佐藤タクミです。よろしくお願いします。はい、コロンの担当カラーホワイト藤縄雄大です。よろしくお願いします。はい、コロンの怪獣くん、クレイジーグリーンモンスターのレオガです。よろしくお願いします。はいはいはい、コロンのハイテンションイエロー西井です。よろしくお願いします。はい、ということで以上7人でコロンと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで今月も教えて女子コロンやってまいりましたけれども、はい、いや今回はちょっとね企画を一部変えて放送していくということですので、楽しみです ね、そちらも新しい企画楽しみにしていてください。では早速ちょっと早いんですけれどもコーナーの方行きたいと思います。はい、まずはこのコーナー、本当にわかってる女心検定試験。イエーイ、わかってるっちゅうねん。ねえ誰や。はい、ということでこの企画はリアルな女性の気持ちを理解しているか測らせていただきます。はい、同時に女性の気持ちを歌うアーティストとしてその心を学んでいこうという裏テーマも混ぜたコーナーになっております。全部で3問、3問、4つの答えの中から最も多かった回答を当てることができるか検定させていただきます。はい、なお集計方法はラジオ開始のタイミングでリスナーの皆さんからツイッター機能を使ってアンケートを取っています。それではリアルな女性の気持ちを学んでいきましょう。しょいしょい。第1問、彼氏とどれぐらいのペースで連絡を取りたいですか。連絡頻度で最も多いものはどれ。まず1番、時間が空けば常に取っていたい。2番、おはようとお休みは必ず。3番、そんなに頻度は高くなくていいけど楽しいこととか悲しいことは共有したい。4番、会う日や用事がある時だけでいい。業務連絡みたいな感じですね。はい、その4つです。なるほどなるほど。でもこれはやっぱり人によって分かれるんじゃないですか。分かれるね。分かるね。これこれはまあ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 、でもまあどうだろうね、割とそんなに難しくない気もしますけどね。シンプルにメンバーはどうなの。これはメンバー的な意見ですか。そうですね、メンバー的な意見だと、うん、僕は3番ですかね。僕も3番です。頻度高くなっていいけど楽しいことや悲しいことは嬉しいこととか、あとなんか、うん、なんかね、そういうのを全部シェアしたい。まあね、いやなんかおはようとお休みは必ずっていうさ、必ずってなっちゃうとなんか忘れた時に喧嘩の原因とかになりそうじゃないですか。あ、なるほどね。縛りつけちゃうとね、なんでお休みって言ってくれないのみたいな。でもさ、単純になんか多分これはね、なんか心がけな気がする。なるほど。おはようとお休みは必ず言いたいっていう、ね、うん、これちなみに一番上が高頻度で一番下が低頻度ってこと。そうじゃない、まあ、ってことだよね。そうだね、順番的には、うん、なるほどね。だから4番はもう、ね、じゃあ何時にどこねみたいな。いや、そういうこと言わないで。そういうこと言うなよ。絶対4番。そういうこと言うなよ。私はまあ4、3.5 ぐらい。
ないんですよ、ごめんなさい。まあ4よりかな、だいぶ私は用事ある時でいいかな。本当にそんなあれなんだ、頻度は低めの、低めってか、あのしてくれなかったら多分一生してくれあのないと思う、自分からしてくれないとなかなかないかも、それ自然消滅のパターンじゃん。絶対なるほど、ですね。私 0.1 ぐらい、0.1? 逆にもうこれ1から4でこうどん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 頻度が下がっていくのであれば逆に上よ、 0.1 もうあのとにかく連絡を取ってた、時間が空かなくても。あ、そう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 、じゃあもうあの恋人専用のツイキャスとか配信してたらいいんじゃないですか。はやね、こうやってやってる、常に何してる、電話でよくない。あ、そっか。でもそんなこと言う中西さん、あの LINE の通知入れてないですからね。そうなんですよ、そうなんだよ。それよりもゲームがね、そうなんですよ、ブレームがね。だから携帯めちゃめちゃ見る。ああ、その分ね。なるほどね、はいはい、でも西田気持ちわかる、俺も一番。そうやね、おだってね、好きな人と、まあね、まあね、常に撮ってたもん。どの気持ちもわかるな、なんか相手にもよると思うしね、うん、でもおはようとお休みは言いたいなとは思うな。ね、そうですね、わかるね、最低でも、うん、でもね、俺ね、女の子を選ぶならね、1とか3、1とか4じゃない気がするんだよ、ね、あーなるほどって思っちゃう。でも、同じ気持ちでやってほしいから1でわかるよ、そうだな。じゃあ、簡単にじゃあアンケート取るかな。1番だと思う人、ゆうきと、ゆうとかな、ゆうとと、2人、はいはいはい、ゆうきゆうと。じゃあ2番、2番おはようとお休みは必ず、おはようお休み、たくみんと望む、まあ俺もかな。あ、3、うん、3番、はい、頻度が高くなくてもいいけど雄大、なるほどなるほど。4番、いやなるほど、分かれましたね。なるほどなるほど。じゃあ2番が一番多いかな。そう、なんか2番が多い気しない。うんね、あ、なるほど。じゃあ答え合わせいきたいと思います。はい、答えは 56%。 おお、3番、3番、よかった。じゃあまあでもじゃあ雄大が女心一番分かってるってことですか。分かってるっちゅうねん。中年回収する。そんなに頻度は高くていなくていいけど、楽しいことや悲しいことは共有したいな。でもさ、この男性側の意見としてもさ、3番が多いわけじゃん。まあまあまあ、結構いいんじゃないですか。なるほど、うん、まあ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 、じゃあ分かり合えてるということで、うん、そうだね、いいじゃないですか。え、これは頻度は高くなくていいがっていうのは高くてもいいかな。まあまあまあ、高くてもいい、来るなら返すけど、まあ、どうっていう感じじゃない。やだ、いっぱいない来たらどう。なんかみんな首かしげ、やだって、やだね。え、いっぱいない、いっぱい来たらやだね。本当に分かってるよ、女の心、うん、女の心分かってますか、視聴者さん。え、少女漫画読んでる。なんで俺なんか少女漫画で勉強してるみたいな。違う、あ、そうなの。俺の気持ちも分かってよ。分かってよってじゃあ次行こうか、2問、はい、はい、2問。今はまさに食欲の秋ですね、中西くん。はい、ね、そうです。少し食べ過ぎて最近ちょっぴり太り気味。そうです。彼に少し太ってきちゃったと言ったら、俺も協力するよと言ってくれました。一番理想のダイエット法は、うん、1番一緒にジムに通う、はい、2番ウェディングドレスを見に行く、うん、3番サウナデビュー、うん、4番寺に修行行って断食。わー、ゼロ百やん。素晴らしいじゃないですか。いやでもさ、このさウェディングドレスを見に行くって結構さ嫌味じゃない。まあてかあれじゃない、プレッシャーをかけてお互いにこうウェディングドレス見て、こうだってでも男側にプレッシャーかかんなくない。あ、かかんのか、開く側としてかかる。まあ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 、いやわかんない、これ男によるんじゃない。男の中でもさ、多分そのウェディングドレス姿を着せてみせて、うわ可愛いからいいやっつって言、ね、う人もいるかもしれないからね、はいはいはい、うん、でも少し太ってきちゃったくらいでダイエットしなくていいんじゃないって思っちゃうけど、まあ、いやいやそもそもでもまあそうだと思う、まあね、甘えんなよ。違う違う違う俺の話しちゃうわ。あれだよ、ね、俺の話しちゃうね。別にさ、こう俺は太ってもでもいいけど、うん、そのもしその痩せたいっていう意思があるんだったら協力するよってことなるほど ね、 そうだね、確かに確かに、ね、まあでも俺だったらなんか一緒にランニングとかかな、うん、あ、だから分かる分かる、やっぱ一番じゃない。そうだよね。いや、うん、僕も一番です。俺も一番だね。やっぱなんか一緒に何かをするっていう方がいいかな、うん、そうだね。だから一番か四番だよね。書いてないけど多分全部一緒には一緒になんだろうね。あの、じゃあなんか一緒に努力するっていうのがさ、なんか良くない、うん、一緒にダイエットメニュー作るのが俺的な正解だと、うん、あ、ご飯とかね、うん、あ、なるほどね。でもやっぱ動くのがいいよ。でも俺、雄大はどれか分かるよ。何、3番でしょって思うじゃん。これ1番。えー、あのそこはサウナ好きなんだけど、うん、あの
サウナってさ、混浴じゃないし、あ、まあ、一緒に混浴で一緒に行ったらなんか緊張しちゃいそう。あれ、ね、なんだっけ、岩盤浴みたいな、あるね、岩盤浴ね、いいね、うんうん、いいね、腹立つんだよね、あれカップルがいるとね、ちょっとね、うるさいしね、しっかりしろ、ね、ロウリュかけてやろう、そうそうそうでもそういうことだよね、サウナデビューってね、はい、うんうん、まあでもこれはなんか一番な気がするな、うん、なんかこれはみんなも一番、これね、真面目なガチレスすると、おお、来た、ガチレスしますよ。あ、来ますね、あの、はい、痩せるのは運動じゃなくて、うん、食制限ですから、うん、ああ、あの、これ真面目に近いのは4、ガチで痩せようと思ったら、だからさ、うん、ガチで近いのは俺がさっき言った、そうそうそう、一緒にダイエットメニュー、一緒に食生活を変えるっていうのが一番、なるほどなるほど、ガチガチ、まあまあ、でもあの問題がね、この中からなので、ああ、なるほどね、すいませんね、すいませんね、じゃあ4番じゃあ4番絶対嫌やん一番嫌がりそうやん、違うよ、ね、え、待って、これ俺も行くの、これ違うようだよ、あの、俺ら、うん、俺らがどうじゃないよ、この世論調査的な答えはどれでしょう、ね、いやだからジムよ、ジムでしょう、これは、これは一番だよ、これは絶対一番、これは絶対一番、一番、一番、一番だと思う人、はい、一かな、お、お、一番です、じゃあ、おおお、もうこれはもう答え決まってるんじゃないですか、りょうがくんは4番譲らない、4番よ、マイクないの、4番うるせえな、うるせえな、耳元で、はい、じゃあ答えいきますね、はい、答えは、55%、お、ジムに行く、あ、まあ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 、まあ、分かってるっちゅうね、ですよね、ちなみにでも、でも4番の寺に行く、修行行って断食は 5% います、あ、いるんだね、多分仏教の人やな、多分ね、みんなほぼ仏教なんですけどね、そうなんだ、はい、80% ぐらいいると思ったね、結構多いと思ったんだけど ね、いると思ったら55%はサウナデビュー、おお、そうなんだ、 30% いいね、うん、素敵、ウェディングはね 10% ですね、あ、まあ、結構分かれたんですね、でもそうですね、はい、ということでじゃあ最後の3問目、はい、いきたいと思います、はい、ハロウィンで男性に着てほしいコスプレは、うん、1番ポリスや白衣などの職業もの、職業もの、2番アニメや映画の登場人物もの、3番ヴァンパイア、ゾンビ系、4番テルマエロマエ、裸やんけ、おっと裸やんけこれ問題、コスプレなんかな問題のこれ絶対3択しかなくて、ね、テルマエロマエ、いや割と割と 4% 高いよ、20% ぐらい割る、なるほど、おお、はい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 、うん、なるほどね、実は4は、でもさ、なんだかんだなんだかんだあれじゃないですか、職業ものなんじゃないですか、なのかな、あ、え、でもなんか、ね、結構接戦よ、なんか僕、いや、な、どうだろうね、思うのがあれ2番とか僕思うんだけど、うん、というか1番はだって普通に仕事柄だから、うんうん、どっか行けば見れるわけじゃん、あ、まあ確かにね、そうそう、ポリスもいるし、白衣着てる人も病院行けば行け、あの、見れるし、あ、でもそれをこの恋人に着てほしいんだよっていう、ああ、そう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 、そういうマイポイント、そう、一緒にユートに着てほしいのよ、なるほどね、そうそうそう、あの、子供、男性にね、そうだっけ、キッザニア一緒に行けば見れるキッザニア、子供だな、キッズサイズ全部全部キッズサイズ、職業体験して、そしたらもうユートすごいことになっちゃうから、こんなのパサピがピチピチのね、そう、多分、第一関節で膝ぐらいしかズボン入らない、それは見たいね、逆に2番かね、2番、俺2番かな、2番かなって思いますよ、映画の登場人物、うんうん、あ、なるほど、なんかさ、結構なんか好きなキャラとかも多分みんないたりするじゃん、はいはい、なんかそういうのやってほしいみたいな、あるんじゃない、世の中は、これは私3番だと思いますね、バンパイア、なんでかっていうと、うん、アニメや洋画の登場人物っていうのは、アニメの登場人物このキャラが好きだってのがあるんですね、でも彼氏のことは好き、でも彼氏が好きな気持ちとキャラクターのことが好きな気持ち、これ違うんですよ、別に彼氏にそのキャラになってほしいわけじゃない、そういうことなんですね、どうも古畑です、なんかさ、ちょっとロックだ、ね、なんか古畑さん今日なんか今日ロックだね、ウェイウェイ系だね、前置きが長いよ、ウェイウェイ系の古畑になっちゃったね、そう、だからなんか多分好きな人にそのキャラになってほしいとかじゃない気がするのよね、うん、中西さんは市川さん、でもその女の子があのグロいのを見ようとは思わないと思うんだよね、いや、これは裏の裏で4番よ、4番裏の裏で4番、いやでも4番がもし今日4番好きよ、私もし4番結構入ってたらここに聞くからね、4番入れた人って、じゃあ、あの、絶対いるからね、絶対いるよ、前の服を着ても似合うような肉体美でいてほしいっていう願いを込めての4番、
あ自分が自信あるからってそうやって。いや俺もまだまだですよ。あ本当ですか、はい、でもまだまだこの中で一番テルマエロマエだよ、私ですか、うん、一番テルマエロマエじゃない。じゃあ分かった分かった分かった、ね、じゃあ31日に仮装するやつはテルマエロマエでいこう。そうしましょう、決まりましたね。レオのテルマエロマエ楽しみだ。服作ってね。服ないないないのないよ。だってね、裸だから。裸やで。裸ギリシャのさ、神殿みたいな。こういうやつ、布だよね。こういうやつあるやん、布は。いや、布ない、布ない。あ、そうなの、あれ縛るだけじゃないの。オロのあれ違う、じゃ待って、テルマエロマエの話じゃない。そこ広げなくていい。違うのよ。ハロウィンの話なの。ハロウィンの話なのよ。そう、どうしますか。どうします。いやでもアニメじゃない。いや俺は絶対に一番だ。これね、マジでもう一回言うけど、本当に接戦だよ。一番じゃない。接戦なんだ。だって好きじゃないキャラだとしてもさ、なんか、あ例えばその男性に似合いそうなのこれやってほしいみたいなのがあるんじゃないですか、うんね、やっぱり好きなキャラじゃなくても、うん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 、って、ね、思いますけどね、まあ、1番か2番な気がするよね。1番か2番、まあね、あなグロ注意だし、はいはいはい、うん、まあ、でもハロウィンそんなガチ3番もう血まみれでやる。え、なんかゾンビとかってさ、これ血のりとか嫌いそうじゃない。あまあまあまあ、うん、テルマエロマエ限定はちょっと分かんないけどさ、大体でもみんないるよね。ポリス白衣アニメ、はい、うん、映画、うん、あの普通のハロウィンの お,、うん、なんかお化け妖怪系みたいなね、うん、なんか難しいですよこれは。難しいですね。答えいっちゃいます。いきましょう。いいですよ。はい、時計取るか、はいはい、時計取るか。1番だと思う。はい、1番です。えお西3番じゃなかった。おうおうおう、ゆうきと望むと論破されたろ。ゆうだね。ポリスや白衣もの、はいはい、じゃあ2番、はい、アニメ映画の登場人物ユウトとタクミンだな。はいはい、3番。あ 3.5 ですよね。テルマエゾンビですよ。テルマエゾンビ、そうですね。あ、そうですね。テルマエゾンビ 3.5 で。レオガはテルマエロマエ。テルマエゾンビで。テルマエゾンビ 3.5 で。はい、テルマエゾンビ。はい、じゃあ答えいきます。はい。答えは、はい、接戦で 35%。 おお、ポリスや白衣などの食料物でしょうね。はいはいはい、完璧今日。いや1番で100点。100点今日分かってるっちゅうね。もうおお、何でもいいのもう任せる。今日のその新しいの何。じゃあちなみに2位が 25% でヴァンパイアゾンビ。えっ、そっちいくの。3位が 22% でテルマエロマエ。おかしいやろ。あと誰だ入れたの。誰だ入れたの。4位がアニメや映画の登場人物。4位なのアニメ。そうらしい。今テルマエロマエ3位。あ、テルマエロマエの、やばいよ。テルマエロマエ入れた人、正直入れた人。あ、いた、いるの。いた、待って待って待って、タクミン推しばっかりじゃないかも。ちょいちょい、タクミンは31日テルマエロマエ、テルマエロマエでちょいちょいちょい需要があるということで。おかしいやろ。なるほど、いいですね。さあ、ということで以上でまず一つ目の企画コーナー終了となります。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでここからはフリートークでございますけれども、はい、はいはいはい、今日はこの後楽曲を流すんですけれども、はい、今結構 SNS とかで、うん、まあ、Twitter、インスタグラム、TikTok ですね、はい、拡散頑張ってます、はい、ちょっとバズって嬉しいですね。嬉しいね。そうですね。TikTok とかも結構俺あの毎晩こうチェックしてるんだけど、普段来てくれるみんなももちろんだし、メンバーも頑張ってるじゃん。本当に知らない人とかも、ね、結構やってくれてるね。嬉、ね、しい。そう、子供とかもだし、ね、なんか結構年配の方もやってくれて、今日子供ね見てて、ね、見てて一緒に見た、可愛かった。本当にね、可愛いよね。いろんなこうメンバーと一緒に踊ってくれたりとか、うん、してくれてるみたいで、もしね気になった方いらっしゃいましたら、本当にいろんな方やってるからね、うんうん、チェックしてみていただけると嬉しいです。ということで今日の楽曲は、お、はい、お、僕らの新曲でございます。はい、聞いてください。君と歩くシンデレラストーリー。じゃあ
決めた目標できないこと自分が嫌になったりなんでこんな私なのと恨むだけど君も頑張ってるのを見てちょっとずつでも進もうって思えるはい、ということで君と歩くシンデレラストーリーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。いい曲ですね。いい曲ね、はい、うん、未だに聴いてもね、僕らも結構、うん、いい曲もらえて嬉しいなって思うんですよ、うん、なのでいっぱい聴いてください、みんなも、はい、よろしくお願いします、はい、ワンマンがもうすぐだからさ、うん、こう近づくにつれてこの曲がすごくエモく感じてくるというね。そうだね、ね、もう PV も素敵ですから、そろそろ YouTube 載ってますからね、はい、まだ見てない方いらっしゃいましたらぜひ見てみてください。さあ、じゃあここからは新しいコーナーでございます。おっ、なんだなんだ、嘘つきは誰だ、ツンデレラストーリー。イエーイ。どういうことなんこれは。どういうこと、気になりますね。じゃあちょっと説明させていただきます。はい、ツンデレラストーリーとはみんなでシンデレラにまつわるお題について話し合う中、うん、みんなとは異なるお題を与えられた少数派の人かっこツンデレラを探し出すゲームです、ゲームの流れは1、お題を確認それぞれのね、はい、2、話し合います。で、3、みんなで誰が違うかっていう投票をするという3ステップからなっています。はい、まずは他の人に見られないように自分のお題を確認します、はい、お題には2種類あり、シンデレラチームには多数派のお題、ツンデレラには少数派のお題が与えられます。この段階では自分がシンデレラなのかツンデレラなのか何なのか分かりません。分かりますか。あ、分かりませんね、はい、ちょっと感じましたけれども、2つのお題には共通点があるものばかりです。例えば、蜂蜜とバター、はい、リンゴと梨、ハサミと包丁みたいな感じですね、うん、でお題を確認し終わったらお題について自由に会話します、この時誰がツンデレラなのかということを推理しながら喋りましょう、はい、制限時間は3分間です、はい、話し合いの時間が終わったら投票で誰を追及するかを決めます、投票ではみんなで一斉にツンデレラと思う人を指さして、多数派最多票の人が、追放されることになります。はい、ゼップ公演を成功させるためにみんなで偽物のシンデレラを見つけ出しましょう。はい、成功させよう。その子は、ね、そのツンデレラはうん、ゼップ公演には出れないということですか。そういうことになります。重い重い重すぎる。それまた練習しなきゃいけないね。そう、俺らもね一、はい、からね。ということでじゃあ、はいはいはい、回していきたいと思うんですけど、はい、3人あそちら側の先、あ、私たちのチームはこっち、ね、じゃあいただきますね。はい、どうぞどうぞ。どっちかが戻ってくる。見ていいの？
もうちょっとみんな一気からでしょうか。みんな一気に見る。あの後ろの人に気をつけてくださいね。そうだね。まあ、簡単に言うとワードウルフみたいな感じですかね。うん、少数派をね、はい、まだ見てない、まあ、見てない、まだ見てない。じゃあお題を見ましょう、はい、せーの、見ましたー、見ました、ま、見ました、いいですか、はい、じゃあ、はいはい、今から3分間測ります、いいですね、はい、よーいドン、はい、はい、これ割と好きです、好き割と好きです、少数派だ、おーい、これ少数派だ、終わった終わった、じゃあ投票タイムに移ります、せん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 、あと2分50秒あるわ、バーカー、好きも嫌いもあれじゃない、別にそういうんじゃないよ、ないかな、そういうんじゃないかな、終わったやん、終わった、すいません、もう一問行きましょう、次の回行きましょう、話広げようぜ、ね、MVP? MVP! イエーイ、一発目から地雷を踏むな、 MV に出てきましたか、あー出てきましたよ、出てきた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 、分かった、パスタじゃない、出てきたけど、最初冒頭でね、出てきましたけど、パスタじゃない、でも MVP に出てきたよね、知らないのよ、そうなの、出てきた、 MV に出てきた、俺らも出てきました、西、西、どういうとこが、どういうとこが好きなの、西、西、どういうとこが好きなの、どういうとこが好きなの、どういうところが好きなの、どういうところが好きなの、綺麗なとこじゃない、あー、それは分かる、それは分かる、やばい、なるほどね、え、待って、本当に、うん、でも、あれですよね、身につけるものですか、え、なんで俺に集中しなんで、めっちゃ定めてる、みんなだからそうぜ、身につけるよな、身につけるよって人、はい、はい、そうなんだ、え、あいつだな、あいつだな、あいつだな、え、身につける、いや、あの、俺らはつけないよ、俺らはつけない、身につける、身につける、身につける、人間がね、そう、人間がね、あ、何聞いたら、じゃあ主にあれですよね、どの辺、あの、女性が、まあまあそう、まあ女性がだね、あ、じゃあ、はいはい、投げて大丈夫、いや、投げちゃダメだよって人、はい、多分ダメだと思う、合わせに来たやろ、違う、いや、あ、でもみんなちょっと分かってきた、割と真剣に俺が多数、俺多数派な気がしてるよ、本当に、でも実際にあの生活してて、うん、あの見たことないかも、でもさ、実際にこのお題をもらった時にまず第1回目にさ、うん、好きだよって言わなくない、あ、言わない、言わない、あ、そうだね、それは思った、ここがまず、あと30秒、やばい、怪しい、やばい、いや、怪しいな、本当に俺でいいのか、もう一個、質問一個、本当に俺、もう一個、俺マジで多数派だと思うよ、そうなんですよ、なるほどね、そう、自発的に喋んない人が実は一番危ないから、でも今回は絶品ちなんでるよね、絶品ちなんでるよ、ね、うん、身につけるとしたら上半身ですか、下半身ですか、じゃあせーので、ーせーので、上だったら上、下だったら下ね、どちらかといえばね、せーの、はい、あれ、あ、いや、待って、上がいて、上がいて、待って、何、あれ、2人じゃないの、上がいて、2人じゃないの、2人いるんじゃないか、2人いるんだ、なるほどね、はい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 、じゃあ、あなたなんで最初その質問なのかな、ねえ、プライベートで使ってるみたいな話じゃないですか、そうやって話を広げようとしてんだよ、じゃあ、いや、もう決まりましたよ、でも決まりました、え、逆に上ってなんだろう、ねえ、それの、ね、いや、俺は多分あれだと思う、これじゃない、あー、俺もあれかな、ね、それだと思う、あー、え、上って、え、上半身ってことでしょ、上半身でしょ、そうそう、終了、はい、上半身、決まりました、下って何、逆に、じゃあ、投票タイムで誰が違うと思うか、みんなで指差しますか、え、ちなみに、ゲームマスター、これって1人ですか、2人以上の可能性もある、うん、2人いるの、え、なんで言ってくんないの、そうやって確定じゃないだってもう、はい、これは、いきましょう、2人いたんだ、確定しました、いや、いい質問だった、はい、え、あなたはちゃんと見てなかっただけ、あ、後ろか見えないわ、見えない、いきましょう、せーの、はい、あー、なるほど、じゃあ望むとゆうとが少数派だと思いますっていうことですね、はい、はい、なるほど、じゃあどうしよっか、みんなは何だと思うか分かった、あ、でもゆうだい見せてたよ、ゆうだい見せてた、うん、あ、本当に、いや、これでも逆にだからもう一つか分かんない、まあでも行きましょう、答え合わせしますか、答え合わせしましょう、はい、じゃあ逆にさ多数派見せてよ、さっき、いいよ、あ、とかさ、これなんか多数派当てられたらさ勝ちとかあるよね、普通のやつだったら少数派が
多数派のお題当てたら勝つ。ああ、そうなの？そうかそうか。そうなの？じゃあ何だと思う？逆に俺ね、多分分かった。下って言うから。あ、じゃあまあそうしかないよね。そうだよね。なんだなんだ。じゃあせーの、スカート。ガラスの靴。あ、全然違う。全然違った。でも多分靴じゃない。ガラスの靴か。そうそう、シンデレラにまつわるものだから。ガラスの靴か。あ、ガラスの靴。たくみんが途中なんか靴がどうたらみたいな話した気がして。言ってない言ってないよ。知られくれんな。顔が。そう、だから多分、まあ、でも確かに、うん、そう、確かになんか今回の声にしたんですか。そうだね。そう、答え、答え発表しますか。お、正解は網タイツです。おっと、全然違うね。網タイツ好きっていうのやばいやろ俺。俺一番最初に俺割と好きとか言ったら、やばいやばい、俺の印象に関わってくるんよ。網タイツじゃねえのよ。好きだよ。多数派は、多数派はガラスの靴です。ガラスの靴です。ガラスの靴。お、当たった当たった。え、少数派逆に何よ。じゃあ行きますよ。少数派は青いドレス。あー、消えてる。青いドレス、青いドレスです。なるほどね。はいはいはい、はい、いや面白いねこれね。面白かったな、ね、面白い。じゃあ西は網タイツが好きで、好きという、好きなわけじゃない。そうかっていうと網タイツじゃなかったのよ。分かった、みんな何の話してるか分かった。分かんなかった。分かんなかった。難しいよ ね、 難しいね。どう質問したらもうちょっと分かるかな。もう一回ぐらいやりたいなと思うんだけど。え、だからあんまり確信つかない方がいいんじゃない、逆に。やんわりと確信つきすぎちゃうとちょっとバレちゃう、ね、ゼプリチアンドがちょっとね結構行き過ぎたよね、ちょっと、うん、ゲームマスター困った顔してるから。でもさ、お題見た時に多分相手もなんかそのシンデレラ系だろうなっていうのは思ったよね、うん、思わなかった、ね、思ったよね。それは思ったね。そうね、ミッシーが好きとか言うから、ね、びっくりした。俺分かんなくなったって。ドレスだってガラスの靴っていうお題でさ、好きって言わないよね、うん、びっくりした。いや俺もびっくりした、うん、え、だいたいこういうのってさ、好き好き嫌いとか話しない。ああ、まあまあ、調節としてみる。まあそれはね、そう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 。ちょっと最初それから始めてみる。じゃあ好き嫌い、あ、オッケーオッケー、まあ、好き嫌いが好き嫌いが、そう、だってガラスの靴好きか嫌いかで言ったらもう好きじゃない。どん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 お題を決めるのが難しくなってくるけど、あ、じ、あの、挙手して俺好きだよって言うほどでもないかも。まあそろそろ確かに。あ、ありがとうございます。これは難しいね。ティアラだと思った俺。いや、ティアラだと思った ね、 ね、ドレスだと思わなかった。難しいよね、うん。楽しいな、楽しいな、楽しいな。メンバーでこういうゲームなんかね、メンバーでゲームやるのってさ、うん、なんで台本上にメンバーでね。はい、撮りました。なかなかね、ゲームしないからね。一緒に見ます。2回戦目ね、はい、行きましょう。じゃあみんな確認してください。はい、確認タイム。はい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 。え、いいですか。スタート、スタート次回でね。じゃあ、行きますよ、はい、よーい、スタート。はい、好き嫌い。まあ好き、まあ好きだよ、好きだよね、好きだよ、うん、え、なんかさ、割とさ、俺のことかなと思ったんだけど、うん、あ、じゃあ少数派だわ。なるほど。おお、なんだろう。なんだと思ったんだ。少数派だわ、うんうん、マジ。いや、ビビッとは来てないかな、うん、俺のことかなって思うんですけど。本当に言ってる。それはね、俺ちょっとやだわ。少数派？うん、え？でも俺のことかなって言いたい自分はいる。そうだね。あ、ね、言いたい自分はいる。ね、分かる。なるほどね。俺のことかなって言いたいよっていう自分がいる人、あげてもらってメンバー。これ俺のことなんじゃないって思う人。俺のことなんじゃない？うん、なんじゃないっていう。俺のことなんじゃないって思う人。なんで顎出すのか。まあ、まあ、そういう一面もあるよね。あるよね。あ、人によってはそう見えてるかもしれない。そうだね、そうだね、うん、って思いますけど。見え方によってはね、うん、そう見られてる。あの人さっきより喋んないんですけど、絶対そうや、少数絶対そうや。ここがピクピクしてるのよ。あんた絶対そうや。口の縁が。私は多分自分がそうを、そうじゃないと思ったから言わなかっただけです。あー、なるほどなるほど、はい、私も、うん、その、そっちです。あー、そっちです。え、じゃあ それに当てはまると思うのは誰。中島くんです。中島くん、ジマユです。ジマユ、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 ハマってんのか。いいな、ジマユ、ジマユって呼ぶようにしてか。でも割と喋ってないのはレオガとユーだよね。でも逆にさ、これのもう反対が何か分かんなくない？分かんない。分かんないんだよね。ね、
え、だからちょっと喋ってけろ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 多分一緒なんだけど、うんうん、確証がないんだよね。確証がない。そう、じゃあ突っ込んじゃって。俺も一緒だとは思うんだけど。そうなのよ、そうなのよね。だけど、え、じゃあ、うん、え、今日も2人ですか？2人だって。2人か今回も。いやでもあのハーちゃんの気するわ。難しい。1分前だ。1分前いいよ、うん、いいよ、いいよ。どうぞ。やっぱこういうのは白が似合いますよね。もちろんです。ね、白が似合いますよね。白が似合います。え、そうだよね、うん、白に見えますよね。白かっていうかな。あの人なんかちょっと待って待って、変に疑いかけないで。なんか私はもうやっぱね、純白と言いますか、白がね似合うと思います。めちゃくちゃ確かに、うん、はいはいはい、はい、じゃあ白以外の色を、入れるんだったら何。あ、金、まあ、金銀、金銀、金、あ、青、青もいいんじゃない、うん、いや、むずくね。青、え、何色でもいけると思ってる。金銀青かな。終わっちゃう。やばい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 。待って、全然わかんない。やばい、俺これ。え、じゃあ、え、マジで自分もわかんない。じゃあ何食べてそう？ステーキ。違うな。ステーキ。これは少数派。そこで終了しちゃった。え、嘘つけ。ごめん。終了。え、ナイフとフォーク、ナイフとフォーク。ナイフとフォーク食べてんの？ナイフとフォーク食べてる？ステーキ。はい、はい、じゃあ難しいな。2人言ってしましたけれども、多数決よ、多数決よ、多数派よ、多数派よ、多数派。少数派をじゃあみんなで選びますか。はい、いやこれ難しいよね。ちょっと時間欲しいレベル。いや俺なんとなく分かったよ。分かった、うん、なんか消去法で、いやこの2人だなっていうのがね出てきた。あー、いやここな気がするもん俺。なんかいや本当？いや俺はなんか、もう一つのお題によるんだよね。もう一つもなんか自分に合うのかどうかみたいなさ。うん、俺割とこっちサイドの3人怪しい、ね、だからフードファイターとかだったら分かんないけど、時間がね割とねこの後余りそうなんだけど、あと1分追加していいですか。延長、延長していいですか。延長戦、延長する、延長、1分、はい、1分、よしよし。じゃあもうちょっと攻めていこう、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 攻めていこう。今回もちなみにみんな分かった？分かんない、分かんない。1分欲しいよね。よし、じゃあ1分やろう。え、今回もちなんでるよね。ちなんでる、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 もちろんちなんでる、もちろん、もちろん。え、逆にみんな何食べてそう。え、逆に俺ステーキ、ブドウとか、なんかちょっとおしゃれな、そう、おしゃれな、ちょっと高いものかな。紅茶飲んでそうかな。そう、紅茶飲んでそう。わかる、紅茶飲んでそうだね。あの、うん、朝はあのさ、優雅にね、焼いたパンのさ、あのあれあれあれバケット、あれ、なんだろう、トースト、スコーン、焼いたパン挟むやつ、あれ焼いたパン、焼いたパン挟むやつ、ホットサンド、あ、ホットサンドホットサンドと紅茶ですよね。ホットサンド、なるね。じゃあのエプロン、エプロンつけてるし、あ、つけてつけてな、エプロンね、はいはい、うん、エプロンね。馬乗ってる、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 あ、今馬乗ってる3人いた。あ、ここの3人かな、馬乗ってる、馬乗ってる、出るってなって今。いや違う、あ、分かった分かった、ここや、ここ違うね、これ馬は乗ってるんだけど、エプロンはつけないと。エプロンつけるよ。いや常につけてない、うん、常につけてる。いや、え、常に、常につけてる。あ、常につけてない、ごめん。あ、ごめん、ご飯の時、ご飯の時、ご飯の時つけるよね、うん、あれ、あ、ちょっと分からない、エプロン、ちょっと分からなかった。いや、いや、じゃあ、俺ずっと、あ、ごめん、でもエプロンだった。あ、エプロン、ごめん、ナプキン、ナプキンか、ナプキン、ごめん、エプロン、エプロン用意する方なのかなみたいな。あ、お母さんとかになるさ。いや、でもずっとあのね、はーちゃん疑ってるけど、やっぱり怪しい。なんでなん、あ、だってなんかね、白言ったの俺じゃん。いや、でもね、銀も似合うの俺じゃん。そこ察したんじゃないですか、佐藤くん、君だろ。違います、かぶせようとしてるな、お前。分かった、馬だろ。馬が何で、馬じゃないだろ。どういうこと、どういうこと、馬ではね。はい、じゃあ終了。難しい、難しい、難しい。あー、これはね、俺ちょっとあれだな、ね、じゃあ投票しますか。はい、いいですか。じゃあ少数派だと思う人を指してください。せーの。ちょっと誰指してるか分かんない。俺は雄大とレオが、あ、二人指してんか、うん、おー、うん、レオガニッシーかな。レオガニッシー、ニッシーくん、おお、レオガ、レオガトゥン、まんべんなくない、まんべんない。今、ハヤトゥンとレオガが3票ずつぐらい入ってる。まとめてもらっていいですか。あ、ハヤトゥンとユウト、じゃあハヤトゥン、ハヤトゥン4のレオガ、ハヤトゥンに入れてる人、はい、あ、じゃあ、ん、じゃあ、え、自分で言ったの？入れてる。じゃあ、5、5票。お、じゃあレオガに入れた人、はい、4、
あと多かったの誰？西、西、西に入れた人2票。あ、じゃあ、じゃあまあまあね、はーちゃんとトゥンじゃない？逆に多数派の方の何か分かった？うん、俺少数派なのもう設定なの？だとしたら、少数派設定なの？だとしたら分かる？あ、もう一個の片方何か、あ、両方分かるかってこと？うんうん、まあ、自分のは分かるじゃん。なんとなく自分のも分かるし、俺多分少数派なんだよな。いや俺少数派の分かんない。逆に少数派の分かる？分かんないかも。分かんないよね。分かんない、分かんない。え、俺言っていい？反対側の人、ちょっと待って。え、いいよ。王子様。あ、私たちがですか？はい、あ、そうです。どうも王子様。どうも私たちが、どうも私たちが王子です。どうもどうも。はいはいはい、ご機嫌麗しゅう。少数派は何かわからないってことだ。なんだろう。王子、王子とさ対比するもんでしょ。じゃあ行きますか。うん、はい。なんだろう。せーの、王子、姫。王子。あ、でもね、姫はちょっと思った。いや、ちょっと思ったよね。あ、姫。え、あれ姫よ。姫や。合ってんじゃん。合ってんじゃん。そう。いや、なんかちょっと姫です。ね。でももう、でもすぐ分かったよ、王子ってね。うん、分かった。すぐ分かった。いや、俺さ、最初分かったと思って。姫だからさ。最初卵だと思って。俺も卵だと思って。いや俺さ、でもあんまり、じゃああんまり長く見えないからふって見ただけでか、え、卵？え？一緒。え？今ゼップの話してたのに卵みたいな。でもう一回ちょっとちゃんと見たら王子だったね。卵と王子。いやだから、そうだから多分卵じゃないなっていうのは思ったんだけど。ね、最初卵だと思ったよね。いや俺ワンちゃん雄大がめっちゃ首かしげてたから姫の漢字読めないのかなと思って。仲間かなと思ったけど違ったわ。読めるわ。はい、ということで、はい、以上、嘘つきは誰だ、ツンデレラストーリーでした。ありがとうございます。楽しかった。はい、ということで今日は早いもので以上になるんですけれども、はい、ここからはじゃあちょっとね、僕らからの告知を含めてお話しさせていただきたいと思います。はい、じゃあどうしようかな。直近で次回のイベントから告知させてもらってもよろしいでしょうか？はいはいはい、はいはい。僕たちはですね、毎週金曜日に新宿のスタークレーンという会場にて定期公演、うん、マジカルナイトを開催しております。はい、毎週金曜日19時からやっておりますのでね、うん、今回もあの毎回企画なんかも、楽しい楽しい企画なんかもやってますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそして、その後はあれですね、土日は名古屋遠征、はい、土曜日名古屋と日曜日に大阪の方に行かせていただきます。ロードトゥーゼップツアーでね、はい、回らせていただきたいと思ってますので、お近くに住んでる方いらっしゃいましたら、ぜひ会場の方遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回先ほど流しました君と歩くシンデレラストーリーが今 YouTube などで PV が見れるようになってますね。はい、うん、そちらもよかったらチェックしてみてください。そして来月は、はい、いよいよ、いよいよ11月7日、ゼップ横浜にてワンマンライブが決定しております。はい、はい、はい、早いね。ね、いろんな目標があって、いろんなね、あの過程を得て、僕たちが一つ成長したっていうところをやっぱみんなに見せて、うん、行きたいなって思う、公演になってます。うん、ね、本当に今日もすごい思ったんだけど、やっぱりこう今年1年でやっぱみんなすごい成長したし、うん、なんかね、それが実感できてるから、うん、今回のそのレッスンとかもさ、なんかまあ大変だけど、うん、しんどくないじゃん。そうだ ね、 ね、それって多分みんなのそのキャパシティが上がってるかな、うん、からかなって思ったりするし、ね、うん、なんかすごいね、いろんな成長を見れるいい機会、うん、だと思うし、なんか初めて見る方もきっと感動してくれるんじゃないかなっていう公演になってます、うん、ね、あとチケットの方なんですけども、僕ら、手売りチケット販売してまして、はい、してますね、ね、できれば、いろんな方に、見ていただきたいの で、 そうです、ね、ぜひ近くの友達や、家族、うんうん、などを誘って、ぜひ一緒に、僕たちと一緒に盛り上がってくれたらと思います。はい、ってな感じですかね。そうですね、うん、今回はちょくちょく MC とかでもライブのさせてもらってるんですけど、セットとかも豪華でね、はい、そうね、ね、もう最近で言うと、なんだろう、ワンマンライブってこう今年はメイクアップですか、はい、とかもありましたけれども、楽曲もね、いろいろ僕ら増えてきて、はい、5曲ですよ今年。ね、ちょっとね、今までは結構ダークな曲が多くて、ワンマンライブでこう盛り上げたいところとかをさ
こう歌詞は切ないんだけど振りが楽しいからっていうところでこう無理やり上げてた部分とかあったじゃないですか。でも今はこう楽曲の力でこう自然とみんなを上げれるような楽曲もね、うん、たくさん増えてきたので、うん、今回のこのシンデレラは結構すごいライブになるんじゃないかなと本当に思ってるので、うんはい、あのまだねコロン最近知ったよって方も昔から僕らのことを応援してくれてる方も誰でもねこう感動してもらえるような、うん、そんなワンマンライブにね僕らもしたいなと思ってますので、うん、よかったらね会場の方遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで以上で今日の女心論、はい、終了となりますけれども、うんまあ、月一でねやらせていただいてるんですけども、また次は来月になると思うんですが、ねえあのそっかもう次ゼップなんだね。そうだよ、ゼップ終わった後の月終わりにもう感想言い合ってるのかな、ね、これ ね,、うん、ねえそしたらもう今年終わりだもんね。もうハヤトゥンずっと泣いてたねって。もう一回あるか、ハヤトゥンずっと泣いてたよねって、あの毎度言うけど、うん、今回は泣かない。いや泣くよ。いや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 、フレでしょ。どうせフレでしょ。これ毎回言ってますこれ。今回は泣かないから、いつも言ってるそれ、うん、今回は泣かないから本当に頑張るよ。泣いたらどうする。泣いたら、じゃあ泣いたらさ、もし泣いちゃったらさ、次のラジオでさ、なんかしようよ。いや、それはさ、じゃあ僕は泣きムチレチュって言って、うん、次、次のラジオで言おうよ。確定ガチャじゃん、そんな。いや、泣くんじゃないよ。なんか、あの自己紹介で言おう、それ、うん、あの自己紹介、赤ちゃん言葉で、うんうん、僕は泣きムチ赤ちゃんの、泣きムチ赤ちゃんのヨガハイトレチュ。いっぱい応援してくださいって。ああ言うの忘れてたけど、ほらあのあれだよね、さっきも話しちゃったけどね、はい、MV とかね、TikTok も頑張ってますからね。はい、はい、そうですね、10万回再生されましたね。結構言うね、すごい、すごいよあれ、ね、ダンスビデオも上がって、昨日ですか、うんうんうん、一昨日や。はい、そうです。ね、上がって、ね、うん、嬉しいよね。今あれでしょ、 YouTube は5日連続配信やらせていただいてて、はい、なんかコールレクチャーですね、うん、ね、あのモンゴルでお世話になったスタッフの方もコメントくれてましたから ね, ね, くれてましたね。こういうのをいっぱいあげてくれると嬉しいですっておっしゃってました、うん、コロン結構大好きみたいでね、嬉しいですよ ね, ありがたいですね。初めて会ったんだけれどもっていうことだったので、はい、あの5日連続の配信、はい、ということは今日もあるのかな。今日もあるかな、明日もあるってことだね、うん、最高ですね。もしかして明後日もあるのかな。5日連続だからね。そういうことなんだよ。そういうことなんだよ。そうね、ということですから、それもね、どんなの上がるのかみんなもね楽しみにしていてください。はい、はいはいはい、ということで今日のラジオは以上で終了になるんですけれども、今日も楽しかったですね。いや楽しかったですね。あっという間ですね。早いですね。なんかこう YouTube とか映像で見てる人は多分顔とか見れるんだけど、ラジオとして聞いてる方はね、あのどういう状況か分かってないかもしれないんだけども、結構あの今日はね、さっきのツンデレラストーリー面白かったっていうコメント。そうだね、あとで集合写真も載せるけど、あのあれですね、今日は近所の衣装なんですよ、です、ね、僕ら久々に帽子もかぶってやってきたんだけれども、ね、また次来るときはじゃあシンデレラの衣装とか着てね、うんうん、またツアー終わりのトークも踏まえて配信したいと思いますから、はいはい、ぜひまた聞いてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後にみんなで We Are Coronしますか。 OK、はい、ね、はい、いきますよ。じゃあ今日一元気な声でいきましょう。皆さん元気な声出せますか。イエーイ、わー、ハンバーグいきますよ、せーの、 We Are Coron。 ありがとう、ありがとう。ユダイ今日ずっとハンバーグ食べたいって言ってるの、うん、ありがとう。変身くれないの